待って話がおかしくねえか、外出禁止の住民はどうやって生活すればいいのさ、不純だらけの南相馬ブルース。外出禁止の禁止エリアにどうやって物資を運べばいいのさ、ちょっと待って話がおかしくねえか、家から出ちゃいけないって言うくせに誰も食べ物を持ってきてくりゃしねえ、矛盾だらけの南相馬ブルース。若者はもういねえ、年寄りが残された、お医者はもういねえ、病人が残された、マスコミのやつらも逃げちまって、情報だって入ってこねえ、ちょっと待って話がおかしくねえか、家から出ちゃいけないって言うくせに物資は外まで取りに来いっていう、矛盾だらけの南相馬ブルース。お偉いがほざいてる、人体に影響ねえって、じゃああんたがガソリン持って南相馬に行ってくれ、外出禁止の危険なエリアで俺の弟は働いている、南相馬の住民のために建物の外で働いている、上司にもういいよって言われるまで俺の弟は働き続ける、俺の弟は下っ端だからな、矛盾だらけの南相馬ブルース。南相馬はゴーストタウン、病院には医者もいねえ、自衛隊を投入しろ、弟を解放しろ。